こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。今日は無課金サブアカ柴犬丸やっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。それでは、今日やっていきたいのはですね、ちょっとなんかいつもとカメラの角度違うな。ちょっと直します。はい、直しました。はい、クエストの6月クエストダンジョン、今日から6月なんですよ、撮影時点では。はい、の11話、先に長老が多分動画出てると思うんで、今回ね、ちょっと12はちょっと省いといて、はい、13いきなり挑戦していきたいと思います。はい、こちらですね、実はこの編成は5月のクエストのレベル15に挑戦してた編成なんですよ。はい、それで勝てなかったので、はい、どうすんならね、まあ程よい、多分この編成でもいけるだろうなっていうところで、ちょっとね、やっぱり表舞台に出したいなっていう思いで、今回はこれで挑戦していきたいと思います。それではご紹介します。リーダーの、越前龍馬くんですね。龍馬くんに、小学生10個無強化、ドラゴンキラー、消せない解除。で、あとは、仮面ライダーのセイバーやったかな、その火の、レアのやつのキャラですね。それで 2A 補いつつ、クライム3つ補いつつ、チーム HP も盛るっていう感じですね。はい。で、こちらがアンズですね。アンズ一人で、小学生を雲耐性にしてるんですけど、雲耐性にすることによって、雲、テープ。で、しかもチーム HP 回復も補えるということで、まあ、それで入れてますね。で、スキルチェーン6つに、HP 最上位盛るやつを1つ。あと、エネルギーの融合。これもチーム HP 盛ったり、スキル盛ったり。っていう役割ですね。あと暗闇補ったり。はい、で、こちらも冬のダンジョンといえば、冬のダンジョンで、柴犬丸挑むといえば、もう、ウィングガンダムゼロなんですよね。僕もおなじみの。で、小学生冬上演解放、神キラー。で、ダブルゼータガンダムの武器つけてます。で、こちらがギデオン・ジュラですね。ギデオン・ジュラ。ギデオン・ジュラっていうのは、マジック・ザ・ギャラリングコラボの、おしごキャラなんですけど、これは結構優秀な軽減枠なんですよね。まあ、とりあえず、覚醒が、スキルプラスに、スキルチェーンマックス。で、転野者のコート、ドフラミンゴの武器つけてます。このね、軽減が、6ターンで上がってきて、しかも、その、火、水、木、で、火軽減は一つなんですけど、水軽減、木軽減ともに二つずつ持ってるんで、実質、もう、軽減さえ張れば、ま、火、三属性キャラの、三属性からの攻撃は、より軽減できるというね、しかも、ターン数も軽くて、優秀。ということで、入れてました。で、こちらがサブの、ウルトラですね。サブのウルトラにスキルチェーン6つに、神キラー1つ。で、回収の武器ですね。はい。で、こちらも潜在の並びはちょっと違うんですけど、もう全く一緒です。はい。で、バッチがチーム HP、バッチが HP バッチですね。それでは、まあ、この編成もね、お別れですね。もうそろそろ。それでは、6月の10、クエスト13、対戦、よろしくお願いします。どんな感じで来るのか分かってないんですけど、全く初見なんで、はい、あ、よかった。威嚇にして今度よかった。オッケー。で、こちらですが、まずね、ウルトラ、エイストかけてあげます。ヘイスちゃんを変身します。で、まずは先にエネルギーの融合を使ってあげて、で、こっから、転野者のコート。で、3ターン、ヘイストかけると。で、ウィングズガンダムゼロも上がってくるし、で、龍馬くんも使ってあげると。で、エネルギーの融合の効果が、一旦ダメージ、無効なんですよね。で、まあ、こうやって、まあ、攻撃しても別にいいんですけど、別にしなくても、正直いいんですけど、攻撃してみようかなと。で、アンズのチーム HP 回復がなんで、そのメリットがあるかって言われると、こうチェックしようか。龍馬くんのね、リーダースキルに、その火属性の回復力がアップするっていうのがあるんで、で、アンズを入れることによって、で、結構火染めなんで、で、回復力上がったりするっていうので、アンズがいいのかなと。で、この編成、ドロー、L 字がないんですよね。L 字がないので、で、そんで、まあ、各戦法、解除の役目も担いつつ、まあ、その、最悪、その、ロックとか溜まったら、まあ、なんでしょうね、その、ドロリフで、ドロリフの効果もあるんで、解除してもらおうっていう感じですね。はい。やっとか、もう、とうとうクリアできんかった。はい。はい、これ回復落としになってるんですけど、はい。果たして足りんのかな？ここ、
もうガムガムの戦いがさ、しんどくてさ、もうなんか。え？これが乱入キャラになったん？ギャーギャウー。ギャーギャウー言ってるやん。え？変わったん？え？どういうこと？ギャウギャウ言ってたけど、とりあえず。ちょっと待って。じゃあ水を、あ！ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと言い訳していいですか？今イヤホンがね、もうずっとここ、ヘロヘロしてたんですよ。ヘロヘロっていうか。よし、軽減も晴れるんで、あ、光、やばい、これ。8分ね。あ、じゃあ優しくなったんや、軽減なかったのに、あれってことは。え、そういうの軽減貼った？まあいいか、まあいいか。気にせんとこ、増やしたらもうええわ、なんも。ちょっと僕はこの編成を日の目に出したいっていうだけなんで、はい。ちょっと待って。早く日に変わってよー、もう。変わらんかったやない。優しなったんすね。てか13やから優しいだっか。ノー軽減で。あ、そっか。ごめんなさい。龍馬くんで、そのために龍馬くんしてたんや。軽減貼れるんですよね、デフォルトで。龍馬くんも、3色で。それで、あれや、助かってる部分あったんや。テープは大丈夫。ごめんなさい、ほんまにここにイヤホンがペラペラしてて、めちゃくちゃね、気持ち悪かったんですよね。もう、こしょばーってしゃあなかった。もうごめんなさい、もう完全に言い訳です。はい。もう信じてくださる方は信じてくださって、ほんま、もう嘘やろって思う方は嘘やろって思ってもらって全然大丈夫です。はい。よーしょ、オッケー。次は不安っすね。攻撃力減らされた。あ、これ、あれか。もしかして、百式の序盤？百式を三分割とかいう感じ？そういう感じ？色ねえな。色ないとき、こういうときにね、ちょっと、アンズとか使って、ドローリフしてあげて、よしよし。よかった。よかった。もう最初からドローリフ、これね、もう、ミスってるんですよ、僕、実は、これ。ドローリフで確実に、その、色が振ることもないし、ワンチャンね、ドローリフで消えたらスキル一旦溜まるんで、今はよかったんですけど、ミスってるんで、皆さんは、確実にね、もう色が生成できないと思ったら、早めの、アンズ。はい。パブロン、はい。早めのパブロンみたいな感じでね、使っていただけると、事故も少ないんじゃないかなと。まあ、こんな感じでね、こんな編成で多分、どなたも挑まないと思うんですけど。でね、何がいいってね、ここ、あれじゃないですか。ベルドみたいに水比属性も変わらんっていう敵からしたら、カッチカチなんですよね、さっきの言ったギデオンジュラ。水とか。これもキーじゃないですか。もうカッチカチなんですよ。学生も来た。マジで？カチカチがあれ、覚醒向こうによって、剥がされちゃったんですけど。大丈夫ですか？サンタのアンズ使っちゃったよ。覚醒向こう普通にアマテラスで、木を狙いに行くんじゃなくて、行くべきやったかな。バインドとかやめてよ。ヘイス、遅延なら。やっべえ、これ、ちょっとあれですね、これ。ここで、龍馬くんの良さが出て、自動、デフォルトでね、回復できるんですよね。最悪使わんくても回復できるっていう。まあ、その点、ぐらいすなと、軽減倍率が上がるっていうのと、あ、今度逆に上げてくるんかい。8分ね。で、暗闇はそのタイプね、はいはい。で、ちょっと、これを使うことによって、自動回復もオンにしてあげて、待って、これもう色ミスったら取り直すのめんどくさいんで、処置します。オッケー。ほんまね、この時に回復あったらより回復できるんですけど、よしよしよし。はい、キー。はい。で、これもう、木属性なんで、もう全然問題ないです。まだ覚醒向こうやった、ごめん。オッケー。んでね、一応ダメージ吸収来たらあれなんで、ヒロマくん使って、ドロキョウもかけるっていうことで、で、無効貫通、はい。案外、割かし考えたんですけど、
なんかね、もう全然勝てなかったっすわ。よしよし。はい。なんか、さっと行き過ぎて怖いな。雷神っていうことなんかロックしてきそうやな。ちょっと怖いな。あーひー。はい、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 はい。で、ここで、はい、これ使って、で、ウィングゼロ使って、ウィングゼロね、別に。これ今何？バトル何？ロックなんで、ウィングガンダム単体でも、バトル6からダブル吸収無効しながら無効貫通してくれるんで、はい、そんなに、あれっすね、序盤で割と使ってよかったっすね、でも。はい、どうなる？よいしょ。一撃回！あざっしゃ。はい。あ、初ゲット、そうなんですよ。これクリアしてないんですよね。時間がなくて、やってる時間がないんですよね、僕。それではちょっと石受け取っていきたいと思います。ちょっとユーザー情報を見せして、ユーザー情報を見せするということは、購入履歴、魔法石、無料配布71個。ガチャのお時間です。今日はもうセットでいきます。めんどくさいんで。はい。ね。僕が引きたいのは、スーパーゴッド S。なんだかんだ言ってね、もうコラボに行くのもありなんですけど、式神に行くのもありなんですけど、やっぱね、フェス限、安心安全のフェス限を手に入れることによって、やっぱりね、硬いんですよ、ここを押さえとく方が。ちょっと新戦力が欲しい、どうしても。で、ちょっとね、聞いていきたいと思います。よし。もしね、ガチャドラとか、出れば、もうその時点で別のガチャ引きます。いやー、なんかセレス出てくる確率多くないですか？この前僕セレスミカエル言ってましたね。ちょっと頼むわ、ほんま。2.5% の時にさ、もう、欲しいんや。新戦力が欲しいんやって。また貴族性か、なんや？なんや。メイメイありがとうございます。メイメイもね、またドラゴンになるということで。ドラゴンになるのかな？カメさんになるのかな？わかんないですけど。頼む、こんなん言いながらもね、めちゃくちゃ緊張しちゃう。来いよ、来い、もう 2.5% 引き当てろ。うわー、引き当てたけど。僕も、この前のリセットガチャ来るまで、されやねん、あれやで。ゼロ対勝じゃった。もうこの短期間で、3体。まだでも4回ある。万が一ね、そのガチャドラとか欲しいのが出た場合が怖くて、やっぱ5連続っていうのはできないんですよね、無課金にとっては。なんかもう昨日、貴族性の主張がすごいですね。はい。ボックス整理してきまーす。はい、ボックス整理してきました。はい、これでもうね、断捨離もして、はい、心、空気の入れ替えも行って、はい。さあ、ガチャ、戻ろうか。あと3回か。まあ、この前も言ってたんですけど、僕ガンダム好きで黒い3連星っていうのがいて、はい。ドム3人組なんですけど、オルテガマッシュ。やったっけ？ちょっと忘れたら、ちょっと緊張しすぎて。頼む！いやー！ちょっとネプチューン！ネプチューン。ネプチューン。ちょっと、用じゃないかな。あとにかい。ほんまに 2.5%。もう一回行こう。サレンじゃない方の。1.5%、2.5% か。よし！これはクリアの。来いよ。来てくれよ。てや、あれ、もうまた出てへん、この人。もうさ。よっしゃー。じゃあ最後ちょっと気合い入れよう。もう、ほんまに。多分ね、もう時間的に、編集とかしてたら、もうこれしかもう、ラストなんで 2.5% で引けるのは多分最後です。じゃあ、ね、こういう時で見せてこそ、やっぱりね、 YouTube っていうのはエンターテインメントなんで、はい、エンターテイナーで会いたいと思ってるんで、最後出しましょうか。よし。いやー、でんかったかー。手にプリ引いた方が良かったんかな。それでは結果見ていきましょう。はい。
こんな感じですね。はい。あのね、最近ね、僕、その、なんとかドラゴンとかね、交換がいるんで、ちょっとね、安易になんか、交換とかできなくて、割とコツコツ集めてるんですよね。で、あと動画視聴ガチャから、ツイッターね、もし見ていただいた方はご存知かもしれないんですけど、雷神が出まして、で、雷神からスタートですね。はい。雷神って言っちゃったね、今。はい。こんな感じですね。もう 2.5% 安定のサレーネしか出ない。ほんまに同じ 2.5% なんけって感じですけどね。はい。まあ、ガチャドラ諦めて、まあ、せめてもう次は僕、まだグランエルブ持ってるんで、グランエルブでちょっとなんとか頑張ろうかな。はい。グランエルブ入り。次しんどいな。まあ次のね、コラボとかね、環境をね、荒れるキャラを出てくることをお祈りしましょうか。はい。それではここら辺で今回の動画、ちょっと長めになっちゃったんですけどね、お開きにしたいと思います。それでは最後にご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、概要欄にある、かつおいちゃんっていう中からね、僕の SNS、表向き活動するものは全て貼ってるので、そちらを、ぜひチェックして、もしね、まあ気軽ないので言えば Twitter かな。はい。そちらフォローしていただけると嬉しいです。それでは最後まで本当にお付き合いください。ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは、バイバイ。Should I?